相模湾平塚で水揚げされた朝取りの生のキハダマグロ、近海で取れたので内臓も尻尾も頭もしっかりついて市場まで来ました。下ろしてみた。側線に沿って包丁を入れて、いざ水戸のご対面。ドン。うっすらピンクで綺麗な色してます。実はね、このマグロ中の方はねまだあったかかったです。それだけ新鮮ということ。断面がこちら、うっすらと脂も乗って最高です。冷やしたら色も出ました。うまい。